スムールなセリザワールド。皆さんこんばんは。 FM924M122 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリスセリザワユーのセリザワールド with ユーが始まりました。はい、もう見てください、拍手が一人ですね。はい、もうこの空間は私一人でお送りしてます。本当にね、なかなかこう今ね、ちょっといろいろ大変な時期ではありますけれどもね、そう、なんとか私たちツアーも終わりまして、そして先週だね、8月18日に、20枚目のシングルサマーデュードを発売しました。わーい、はい、嬉しいですね。やっとっていうか、なんかもうサマーデューのさ MV とかは7月のね頭に出てたし、あとチアアップのね MV ももうちょっと先に出てたからね、なんていうかこう、もうあれ出てなかったのって感じなんですけど、そう、8月18日までね、山さんが作詞したアイリスの自己紹介曲5スターかっこ仮はね、じらしてたんですよ。皆さん聞いてくれましたか？あれね、すごいよね。山様がね、いや、ヤマさんはなんかこう自分のイベントでは自分で作詞した曲を歌ったりしてるらしくって、ヤマさんのソロイベとかちょっと見たことないんでわかんないんですけど、なんかそう作詞、まあもともと渋和歌山の時からさ、作詞すげえなヤマさんとか思ってたけど、そう、なんか作詞能力が開花しているらしくって、今回この5スターかっこ仮がね、こう皆さん満を持して出たわけですよね。これちょっと感想聞きたい、みんなの。ちょっとぜひ聞いたら、メールセリザワールドに送ってください。あと今日はね、ツアーね、ファイナルのメールとかも実はね読めてなかったので、こうツアー感想おめでとうみたいなメールとかもね読んでいきたいなと思いますね。あともう、てかそもそもあれか、昨日おとといがプリッチャンライブだったんだよね。そうだよね、昨日か。でかつ来週ってか今週兄様で、再来週セリコソロツアー初日、やばいよね。なんかライブお姉さんになってる最近。ライブ本当に。でも今年の兄様とかもね、なかなかこう制限が多い中の開催にはなるんですけれども、なんかアイリスちゃんまたこう、いつもね兄様はすごい新鮮なことをやらせてくださるんですけれども、今年の兄様もまたいつもと一味も二味も違う感じになってますから、こっからねライブまだまだ続いていくんですけれども、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日もあなたをセリザワールドに山様したいと思います。アイリスセリザワユーのセリザワールド with ユー、ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。アイリスちゃんのリリースされたばかりサマーデュードのカップリング、アイリスのリーダー山北咲さんが作詞を手掛けたアイリスの9年目にしての自己紹介ソングでございます。聴いてください。5スターかっこ仮、アイリスセリザワユーのアイリスセリザワユーのアイリスセリザワユーのセリザワールド with ユー。ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいまオープンキャンパスは、来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか？次回オープンキャンパスは9月12日日曜日に開催します。各イベントの詳細や最新の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。
リスの芹澤優がお送りしてきた芹澤ワールド with you 第426回目の放送もついにエンディングです。はいね、もうメールいっぱい読めたし、あとやっぱ妄想タイムなんか久々にやるとこうみんななんかなんだかんだ喜んでくださるので、これからもね恥ずかしいなとか思いながらちまちまやっていきたいと思います。でもさ、芹澤ワールドとかだとこのあざとゼリフみたいなのむちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、外のラジオで芹澤さん得意ですよねどうぞって言われるとできちゃうんだよね。これ何なんだろうね。多分ね、外にいる時はね仕事モードで、芹澤ワールドにいるゆうちゃんはね非常にプライベートモードに近いのかもしれないですね。まあ素のゆうちゃんということで、あの照れながら頑張ってる姿を応援していただけたらなと思います。はい、ではゆうちゃんからのお知らせです。まずは、8月18日にねリリースされましたサマードゥードですが、秋葉原ゲーマーズ本店では MV カットを使用した写真展が8月24日まで開催されていることは、明日まで開催してるそうです。ぜひ見てください。そしてアニメイトさんではアイリス寄せ書き直筆サイン色紙が当たる抽選会が8月29日までやってるそうです。そしてアイリスちゃん YouTube 頑張っておりましてですね、サマードゥードにちなんだ企画や YouTube ショートもやってます。そして9月5日からは私にとって2回目となるソロツアー、ユー芹澤セカンドライブツアー2021好きな人がいるだけで開催されます。そして11月7日にはアイリスちゃんのデビュー9周年を記念したエイスアニバーサリーライブがあり、11月20日には私はアニマックスミュージックス2021に、セリコのソロ、そして芹澤ユー with DJ コー&マツの出演が決定しておりますね。大盛り上がりですよ。そうや、ツアーが始まったと思ったらね、11月はでかいライブ2つもあって、もやばい、楽しんでいこう、ももファーム。その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、オフィシャルブログ、そしてツイッターをチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんのかまってレ本。こちらはゆうと電話で話してみたいトークテーマ。そして電話番号を忘れずに、非通知設定も解除しておいてください。そしてゆうちゃんにて言うよねー。はゆうに言ってほしいトークテーマを募集します。さらには普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります。チェケラ。さらにさらに番組の YouTube もチェケラ。詳しくは番組のホームページをサマードゥードを聞きながら覗き込んでね。ということで FM924M1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹澤優の芹澤ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、ライブ尽くしを楽しもうもうファー。